どうも、クニオですさあ、本日は3月3日、2020年3月3日ということですけども、えー、せっかくなので、ベリーズ工房、嗣永桃子について、えー、一つ振り返るような会を作ってみたいと思っております。お付き合いください。さあ、桃子もちですよ。 ねえ今これをご覧になっている方々で、えー、と最近ちょっと10代も見てくれているようなのがあ確認できてるんですけど「桃子ベリーズ工房」というのはご存知でしょうか、えー、事の発端はもうハロプロキッズですよね非常に古いお話になってくるんだと思いますそういう方々生まれてないかもしれませんね。 えと僕やっぱり振り返るとこれ子犬のンの物語子犬ンの物語かなねもうほとんどハロプロオールスター総勢総出演みたいな今振り返ると <laughs> 映画なんですけどまあこここれ主役が嗣中桃子ですよ、うん、あれ主役,主役だよねちょっと、うん、主役ですねええ小5かなんかの役だった なん,ですよなんか複雑な家庭に生まれた帝のね帝って物語だからそれでいいんだけど、まあ、そこをうまく明演してもう何て言うんですか言い方間違えず恐れず言えば出来上がってる感じからですよ出来上がってるこれすごいんですよね他の子たち見れば多分わかると思います他の、ね、後の後活動からら見たら もうちうんあ,あまり多く言わないほうがいいか、ね。でもその通りでこの後の10年とか15年っていうふうに考えた場合15年はあれなのかなちょっと盛りすぎなのかな、えー、考えた場合ねあのあ桃子って用意ドンからある程度もう片あんだなっていうそういうふうに気づくことができる。 映画から最初お届けしましまたさあじゃあ話はまあキッズとかに戻しますか。えー、よくねベリーズ工房と急湯なんていうのがね、えー、その中から選ばれ、まあ、この時点からなんですけどこれハローにとっては歴史が変わるスタートだった気がしますね。ベリーズ工房ね当時すごかったんですよ。 あのメロン記念日ってあったんですね。でメロン記念日の現場で要はわちゃわちゃしてる方々っていうのがあの伝説の厄介を出し連中っていう風になってるケース多いんです。あのすいませんもう間違えてたら。でそう,いうそういう方々、まあ、何名かねあの仲いい仲いいかどうかあのちょっと檻の中いるかとかいろいろ今のやめとこうなるんですけど。 えー、そんな方々がもう勘のいいあの方々真っ先にこのベリーズ工房行ってたっていうねもう真っ先っつねいやまだハロー太田が本当の意味で怖かった時代ですねなんか、うん、ギリギリのとこ行ってああもうもしかしたら超えてんなみたいなねそ <laughs> ねっ うん、全然 PR になってないかもしれないけど、もう、まあ、長いですから。いろんな人いますから。ね <laughs> その中で、僕最初、まあ、リサコ、いいよねと。ちょっと、うん、どっち行くかわかんないよねと思って見てたんですけど、も、ま、う、あ、後に、だんだん、継ぐなが、やっぱちょっと違うよねと。 なりますよ。なりましたよ。で、それその辺説明していきましょう。つぐながもこれが、この子がももっち、そして、えー、テレビタレントとして成功するわけですよね。テレビタレントなぜなれたかと言ったらもう忘れもしません。めちゃいけの加藤キックですよね。うん、ご存知ない方はなんかめちゃいけももっちで調べればすべて出てくる。 そそれそれだけですでこれ歴史変わった一撃だねなんて当時見ながら言ってったのを覚えてますよハローオタ仲間とね。でやっぱり案の定その戦略ももちろんあったと思いますタレント戦略聞いた話ですけどほぼほぼもう無料同然の形でテレビ進出していこうということでた、えーまあ、叩き打ったんですよねもうこう。 でそれでベリーズ工房の要は僕は僕価格帯を上げたと思いますそれで事実上そうだったと思うしやれるのは嗣永桃子しかいなかったかなあのタレントとして価値ポジション取ったっていうのは最近で言うともうご存知だと思うますけど嗣永桃子と道重さゆみですよ、ね、で「おかえちゃんいるじゃないか」って言うかもしれないけどおかえちゃんはあれ ある種嗣永桃子枠の継承で今夢の途中ということでございますねそういった形で引き続き嗣永桃子ヒストリー続けますよで桃子をね一番いいところって何なんだろうって考えたらやっぱりね頭がいいんですこの構造を3つぐらいにまとめましたまず1つ彼女自身が実は前に出てるようでいて前に出てないんですよ 常にこれは道しにも言えるんですけど常に隣のメンバーそして必ず自分の環境の中で役割が何なのかってことをよく理解できている発言と動きだってこと。もうこれはね背筋ゾクッとします最初のつかみだけやっぱり何か爪痕を残すというようなことはやらなきゃいけないので動いていますけど。 なかなかどうしてすべて彼女の中にはおそらくシナリオがあったと思います。まずこれが一つ。で二つ目。桃子のねあの、もうこれ忘れちゃいけない根本的に歌が歌えます。踊りもすごい。そして表現力があります。ね。で、その人がアイドルソングを少し力、要は100%の力を出さず、 7割8割で確実にコンタクトできるスイングをしてるんですね。なので右に左にあの思ったところ思ったコースに打球を飛ばしてる感じです。広角打法ですよ。ねえ、嗣永桃子はもともとホームランだけ狙おうと思ったらもしかしたら一郎と一緒ですね。50本打てるけど打率が2割5分以下になるよみたいな。桃子はそれだと。 当時のベリーズ工房というバランスの中では通用しないというふうに思ったでしょうしある種の危機感があってそれをチームの中でも芸能界でもうまーくこの馬鹿しながらと言ったら変ですけど僕乗ってきた人だと思ってますまあそのために基本で歌と踊りというのが圧倒的にスキルがあったとこれが2つ目の理由ですそして3つ目いきましょうまあ2つ目とちょっとリンクするところであるんですけれども これ自分の目標というのもしっかり持っていた。だから多分、最後まで完走できたんだと思います。まあ、彼女の人生の中で最後というのが、ソロ活動のアイドルの部分ではないと思うんですけど、もう今、セカンドステージなのかサードステージなのかを挑戦中と信じています。これ、目標意識って重要なんですよね。このフレイヨかどうか迷ったんですけど、さっ の卒業ハローーグループされている方々います誰とは言いませんだけれどもこの子たちに償が桃子ほどの圧倒的な達成圧倒的な目標設定あそれやるんだじゃあ応援しようあるかっていう風にねこれなるっちゃなる尊重したいけどなるっちゃなるよ それぐらい桃子は圧倒的なんです。うん、多分これ文句言える人いないんじゃないかな。つぐ、つぐに俺松浦あやすら何か言ったって聞いたことないな。うん、言ったとしてもなんかそれは、うん、多分先輩からのうまいパスでしょうね。桃子すげえよ。 ね、ちょっとじゃあその片りっていうのをこれも分けていきましょう加藤、まあ、キック前の,あの <laughs> 桃子と加藤キック後の2つにしましょうか加藤キック前の桃子の言い方変だね要はタレント化する前の桃子だねでここの一番重要なところはベリーズ工房とのメンバーとの付き合い方あ模索だと思います清水咲ちゃんなんていうねキャプテンキャプテンに なめられてる体の中で最後までやりましたけどもちろんミアにもなめられてる体の中というかまあある種ちょっとももうそっちか的なね、えー、距離って言ったらいいのかななんと言ったらねまあ彼女たちの年齢ならではの僕は最高なバランスそれももも子が僕は分かっててこのポジションでこの年齢走ろうと思ったように映りました。 でそれがうこん急すねでこのあとからですよ更新の急騰、そして当時はスマイレージなんてのもありましたけどにこれ明らかに動員ではねあの差をつけられている逆に抜かれているっていうシーンは僕は見てきた気がします。 ベリーが実力がなないいいわけじゃんんでですすよよ時代の流れって、ね、恐ろしいんですよ例えば拳ファクトリーが実力あってもビヨンズの方が人入るとかそういうことです。まあ、これ人数的な構造もあるから一概には言えないんだけどまあ、そういうことなんですよ。でここをどういうふうにするのかっていうふうに考えた場合嗣永桃子はその外に出て行って分母を増やす方を選んだんです。ね。 振り返ってみましょう。2009年、2010年、11年あたりどうだったかってことです。まあ、先ほどの急騰スマイレージ、そういう大党あり、その後、ベリーズ工房はある種優秀の BE を飾るわけですけど、逆転というわけではないんですけど、十分やりきった雰囲気に持っていきます。もうこれは嗣永桃子のタレント化、これをなしでは語れないと思います。 今は分からないけど45年前の中で「ももちって言って嗣も桃子思い浮かべない人いなかったぐらいまで彼女は行きましたよ。ね。で桃子何がすごいかと言ったら汚れ役を買っていくような雰囲気で決して汚れないんですよ。このバランスねもう。 ハロプロアップロンとすげえなと思ったタレントとしてえー、こんなそういう教えてできることじゃないでしょうね元から持っていたんですよ。僕どこで出すかっていう感覚だったと思います、まあ、桑田真澄なんていうのがね、えー、と昨今最近語っておりますけどもプロ入り入ってから6年目に。えー ークを出そうみたいな感じで2年目のキャンプからやってたみたいなこの道でやっていくんだったら何年目からの逆算っていうことですよねでももこは多分本当に25からの逆算でやってたんと思いますねえまあカントリーガールズボーノその辺の話も触れましょうボーノの時はおそらくこれ企画もんでまああそこまで 継ぐのキャリア最後までやれるとは継ぐもう思ってなかったと思いますですけれどもメンバー素晴らしい宮今で言うピンククレスですよねピンククレスのリーダーミヤビ夏焼きみやそして鈴木愛理ですよもうこの鈴木愛理の方が今は世の中で、ね、通ってると思います鈴木愛理 ね、このそして嗣中桃子という3人の棒野がバンドで歌うんですよね。見せてあげたい見せてあげたかった見た人おめでとうございます。これねあのある種奇跡ですよ曲もいいですしね、うん、なんかバンド形態でしかできないようなこの疾走感爽快感と ちゃんと本人たちの個性を生かしたメロディー言葉も乗っていたいっていうねことなんでまあこれは簡単にあの坊ノは買い直せるんで買っちゃってもああもう YouTube でまず見てからいいな見ちゃってあ,あいいグループでしたね、えー、ユニットでしたねまあそしてカントリーガールズまあここは次いなんかも子の僕集大成だと思いますねもう漏れなくその桃子教育を受けた メンバーっていうんですかすげえもう全員すげえ、まあ、今残っているメンバーでお話をしましょうじゃあまずはもう稲葉真中ですよね稲葉真中は嗣永桃子イズムをキャラクターは全く別でほぼ立ち位置ポジションは同じようなことをやってる子だと思いますなぜ、まあ、かと言ったら ハロプロプ生北海道ですよね、うん、ここ任されてね今その太田遥香ちゃんの話なんて前の動画とかでやって、ね、この後もまた続きのレスポンスしますけど彼女に対してっていうところはあー稲葉真中どう出るのか、うん、見どころ、うん、お手並み拝借拝見 <laughs> ですねお手並み拝借バカだね。 拝見ですねえそういう感じですまあそして、えー、語らなきゃいけないところまあの残ってる人というよりまあモーニング娘。to z zero でいきましょうか森と千崎どうですかねちょっと次なんかもも子イズムのところとは、まあ、違うところいるけれども僕はもも子のイズムと 通ってて良かったんじゃないかとそれぐらいもうタフネス、うん、こんなにちいちゃんタフだと思わなかったっていうねタフネスです、うん、体気をつけてまだまだ頑張ってほしいですねまあ、あとねメンバーも大勢とかいろいろねたりたいんですけどちょっと今日はボムココーナーということでまたカントリー特集みたいにした時に戻して話したいと思ってます で、嗣永がカントリーで何を成し遂げたかというふうに考えたらやっぱりタレント性を持ちながら夢の国のアイドルだっていうところをちゃんと継承しながらあやっていける後輩っていうのを育てたような気がしてますねまあ結果まだまあねまだまだという気もあるしそれを受け継いで今生かしてるっていうメンバーもいるしないろいろです、うん、そこはカントリーガールズあってよかったなと。 桃子最後それ見せてくれてよかったなっていうふうに僕なんかは思ってますさあじゃあ動画も長くなってしまうこれ語り尽くせないんですよ継永桃子って、ね、長くなってしまうんですけれども、まあ、僕の体感経験した継永桃子というところの重要なところを紹介して、えー、この回は終わりもしかして続きのための中間地点としましょうえー、っとね これ着てるこの T シャツね、これジャパンエキスポの T シャツなんですけど、まあ、この時にまあ僕、まあ少々のフランス語と、まあ、比較的このイベント長い間 DJ をやらせてもらって去ったってのあって、まあ、プレスの連中といろいろ話をしていく中で、ちょっとインタビュー翻訳やらないかみたいなことになりまして、うん、ベリキューの2014年だったかな、コンサートの。 インタビューと翻訳やらせてもらったんですねでその時にまあたまたまだったんだけど僕の質問とかに答えてくれたのが嗣永桃子と矢島真弓だったんですよで桃子はどんなに外国のプレスがいる中でもあのふ桃子武士でキャラクター崩さなくてなんかね威風堂々としている嗣永キャラなんですよね これあの前美が別にオタオタしてるってこと全然ないです。でも、ももこはもう本当にディズニーランドで言えばミッキーみたいなとこですよね。夢の国入り口入ったらどーんともう肩構えからできてるっていう。感動しました。うんまあ そのプレスのやつらにはかなりちゃんとそのつぐながいずむってのここだよっていうあんまりニュアンスが崩れないようにえ伝えることができていたら幸いかなというふうに思っております多分記事さかのぼればヤフーニュースでも日本語版は僕の記事載ってると思いますまあそんな感じですよねえつぐながももこえた感動今のハロプロにも DNA は残っておりますまとめましょう 私が見てきた桃子というのはハロプロ史上をおそらくアイドルの方としては最強最強高です。彼女をもしまだ知らない若いハローのメンバーがいたり応援してる人とかでもいいと思うんですけどもまだ素材的に触れてないっていうんだったらラッキーこの子を見ればハロプロでやっていく上でどういう方がメンバーグループの中ではどれがいいのかタレントとしてやるならどういう価値というのを提案がいいのか そして、次の夢があるんであれば、どういう風な形で現役のアイドルというのを、その時間というのを過ごせばいいのか。その答えが、その答えに溢れてると思います。桃子、素晴らしい功績残してくれましたね。今も元気で幸せで、まあやっててくれれば。そんなことを思い出す3月3日になっております。まあ今日はこれぐらいにしましょう。 えーと素敵なひな祭りを、そして、えー、誕生日の近い次ぐならもこう振り返ってみる一日になんてしてみたらいかがでしょうか。クニオでした。また会いましょう。